パーカーソーラープローブは太陽の外部コロナの観測を計画している宇宙探査機。太陽表面から8.86太陽半径への到達が計画されている。この計画は2009年度財政予算案に新規計画として追加公表された。2008年5月1日、ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所は2015年の打ち上げを目指して、 本機の設計と製造を行うと発表した。その後、打ち上げ目標は2018年に延期され、8月12日午前3時31分に、ケープカラベラルより、デルタ4ヘビー15機で打ち上げられた。この計画は2017年まで、ソーラープローブプラスと呼ばれていたが、同年5月に、宇宙物理学者、ユージ・ニューマンパーカーを称えて、現在の名前に解消された。 ソーラープローブミッションと呼ばれていた初期の概念設計では木星を使った原則スイングバイを行う計画だったが軌道変更方法をよりシンプルにすることになりパーカーソーラープローブでは金星で複数回の原則スイングバイを行って軌道の近点を減少させていきほぼ8.5対応半径の軌道で複数回の接近が行えるように設計された本機は その探査目的から太陽にかなり接近する必要があり、稼働環境は極めて過酷なものとなる。探査軌道における太陽光の入射強度は地球軌道のおおよそ520倍強く、防護のため耐熱シールドを備えている。この炭素繊維強化炭素複合材料製の耐熱シールドは探査機の正面に設置され、摂取約1400度に耐えられる。 探査機システム及び観測機器は太陽光の直射を受けないように耐熱シールドの影になる箇所に設置される。電源には2組1体の太陽電池アレイが使われる。第1太陽電池アレイは太陽から0 2 5 a u e ンで使われ、その間は第2太陽電池アレイは耐熱シールドの後ろに格納されている。第2太陽電池アレイは太陽への近接時に使われ、 光入射強度が強いことからサイズは小さく抑えられている。また、ポンプで冷却用の流体を流すことで運用温度を維持するようになっている。探査機が太陽に最接近する際の速度は秒速2 0 0トルに達する。これは人類の作った物体が到達した速度として最速となり、現時点で最速のヘリオス2号の約3倍にもなる。1、近日点。 フライバイ第1回金星フライバイにより、近日点高度を下げ、後天周期150日の大円軌道に入る。第2回金星フライバイで、後天周期130日とし、続いて、金星が後天軌道上で最大速度となる198日後の、第3回金星フライバイで、後天周期が112.5日となる。第4回金星フライバイでは、 後転周期102日となり、さらに第5回、第6回近世フライバイで順次近日転高度を下げて、後転周期をそれぞれ96日、92日とした後、最後となる第7回近世フライバイで近日転高度 9.86RS、後転周期88日の軌道に到達する。2018年8月12日3時31分 EDT にデルタ4。 ヘビーロケットで打ち上げられた。打ち上げ後、最初の1週間で氷得アンテナや磁力系ブーム、電解アンテナを展開した。9月初めからミッション機器の動作確認を行い、2018年11月6日の近日点通過前後に最初の科学観測を行った。2019年4月に行われた第2回の測定では太陽までの距離が 太陽半径の30倍程度まで接近し、史上最も太陽に接近した。ミシガン大学のキャスパー博士らの研究グループが2回の近日点通過後のデータを解析した結果、プラズマには磁場によってエネルギーが蓄えられており、このエネルギーが粒子の運動をエネルギーに変換されることで粒子が加速することが分かった。2019年12月4日、その中で 35太陽半径付近で観測された太陽の時点に沿って回転する太陽風の速度がこれまでの標準的なモデルで考えられていた毎秒数キロメートル秒の20倍にも達する35秒速50キロメートルに及ぶことが発表された。この観測結果は太陽の時点速度低下に関する従来の予想やコロナ質量放出の予測精度に影響を与える可能性がある。 また、36から54太陽半径の距離からの観測により、王道面に近い程度領域で見られる秒速 500km 未満の低速太陽風の発生源が赤道付近の小さなコロナホールであることを示す結果を得た。ありがとうございます。